アメリカのアップルは26日、小規模なアプリ開発者を対象にアプリ内での課金はこれまでどおりアップルの決済システムの利用を義務付けるもののそれ以外では他の決済手段をユーザーに案内することを認めると発表しました高額な手数料を強制しているとしてアプリ開発者から提訴された訴訟において和解案で合意したためです